本日釣り企画第2弾ということで、今回はどこに行くのかな、亀山湖。亀山湖ですね。亀山ダム、ね、ダムですね。というわけで及川拓磨さんですね。はい、この2人が兄弟になります。はいはい、それと、はいはい、もう一人あの映らないんですけど女性の方で、はいはいはい、弟の嫁はんが、はい、今日は同行しますね。今日はこの4人で、はい、釣りに行きたいと思っております。はい、行、はいはい、きますよ。はい、ここにいつも僕らが泊まるスポットです。あ、そうなんだ。はい、とりあえず到着。じゃあ暗いな。一回出ましょうか。はい、出ましょう。到着しました。今ですね、車を降りてですね、バーベキューをしようと思ってるんですけど、雨が強くなるかもしれないからってなんか巻いてますね。あ、まだ現在3時でですね、その行こうとしてるボート屋さんがですね5時からなので2時間ほど時間があると。ほら、できた。この人たちプロなんで何でもするんですよ。ライトね。あ、すみません、それ俺ライトもらっていていいですか。これ、うん、俺が多分かぶっといた方が、あ、いいですね。ちょっとピントが、鈴嫁やかな、酔ってますね。うん。飲み物、え、飲みたいんです。まだ飲みたいの。でも、うん、船乗るの。え、船、船乗るよ。じゃあ飲まない。出来上がっております。ランタンにありましたよ。ランタン。やっぱいいっすよこれ。あ、すげえ。本当だ。いや、超明るい。何これ。超明るいけど、めっちゃナンバーが映り込んでるんですね。あ、いいよ。モザイク処理が。やべえ、プロの作業が。まあ、バックナンバーを、ナンバーを今隠す。これもプロのね。プロの技で皆さん真似してくださいね。でもこれで走っちゃダメですよ。捕まりますからこれ。ね。プロの技雑。それテーブルでございますね。テーブル。はい。テーブルいっか。いや、テーブル多分あった方がいいと思いますよ。その上でジュージュー全部できるんで。あ、組み立てを。中開けると足が入ってるんで。そう、それをね、繋いで。2種類あるってこと？いや、全部繋ぎます。全部。です。高さを変えられるんですね。そうするとみんな立ちながら飯食う。さ、弟さんも共同作業ですからやってもらってね。どっちの方が早いか。カーン、ピカ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 、多分カットですね。この上にこれがバーベキュー大会のさあ、嫁ちゃんどうですか。うー、眠いです。眠いですね。すごく眠いですね。これから若旦那さん、バカ旦那さんがですね、頑張ります。バカ旦那さん、バカ旦那さん、嫁さん、もう何なんだこれ。雨来た来た。あんたたちこっち。焼きそば。すげえ持ってる。雨じゃん。火が消えちゃってる。バトンたち。愛のバトンたちをね。愛のバトンたち。愛じゃない。離婚です。離婚、離婚なの。そうね、できました。さあ、じゃあレビューですよ。焼きそばレビューですよ。めっちゃいい匂いしますよこれ。
ジでめっちゃうまい。めっちゃうまいこれ。やりますはい、あれですか、食レポですか、はい、今回はですね、はい、もやしと、はい、ハム冷めちゃいますか、早く、ありがとうございますうん、うん、以上、レポート焼きそばレポートでございました。はい、行ってください、行ってください。今糸の糸巻きをですね、多分ちょっとねテンションかけてあげた方がいい。テンション？ちょっとね、ここら辺こう押さえながらこう。そうそう。テンションね。オッケー。うん。ちょっとテンション上げてきますね。はい、歌いますね。いやそのテンションじゃないですね。そのテンションじゃないですね。しかもさ、うん、選曲糸って。なぜ？巡り合うの顔、私たちは。超気持ちいい。すごい順調な感じじゃない？純情の感情壊れるほど愛しても糸いやいやどうですか、3分の1は行きましたか、3分の1終わった。 OK です、ありがとう。はい、ほらちょっと見てください、綺麗になってました。ほらいいんじゃないですか、いいんじゃないですかね、緑色ですね、緑色、緑いいじゃないですか、ね、うん、よし、これはいいと思いますよ、いいじゃないですか。じゃこれはちょっと後で仕掛けつけたりしましょう、うん。野村ボートハウスありました。ありました。野村ボートハウスここ左ですね。はい。曲がりマックス。じゃあここですね。これですか。はい。うわーめっちゃいい。OK です。お疲れ様でした。ありがとうございます。野村ボートハウス。はい。30分40分ぐらいあるから。そうだね。ちょっとグダグダしながら、ね。グダグダしながら行きます。すごい、あれは野村さん。あれ野村さんかもしれないですね。野村さん、おはようございます。おはようございます、野村さん。野村さんですね。あれ野村さん。あれ野村さんですね。勝手に野村さんですよ。あれ勝手に野村さんなの。あれ野村さんです。でもこの辺歩いてる人全員野村さんです。野村？野村。じゃあ俺も野村？野村。どうも野村です。どうも野村ですね。ボート乗ってる人は全員野村になるんですね。すげえな。野村。だよ。まだ30分40分ありますからね。そうですよ、早朝だね。ちょっとグダグダしながらね。行きましょうかね。じゃあ早朝の、釣り体操。ちょ待って。釣りたい。野村です。野村が釣り体操し、あれは何言ってる、あれは何、あれは竿を。じゃあ、ちょっと二人で、二人でやってみたいな。釣り番組だよね、これ釣り番組だよね、釣り体操を俺たちね、ちゃんとエクササイズとして考え出して、うん、いろんなこと発表しました。そうね、もうあのビンビン震える、そうな、二の腕にすごい効くから。そのうちあの掛け声もできました、さっみたいな、さっ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 。これ毎回やってもらってね、釣り体操。そうね、やっぱ釣りを始める前には、やっぱり運動ですから。そうですね、やっぱり何回もね、投げなきゃいけないですから、竿をね。だから、バスなんでね、特に。準備体操必要じゃん。俺たちで作っちゃえばね。そうですね。そうだね。まだ朝4時半ですからね。じゃあみんなも釣り体操、これから覚えてもらって。覚えてもらってね。釣り体操いいじゃん、マジで。まだまだ手抜くよ。ね。じゃあちょっとね、休憩してもらって。そうですね。はい。よろしくお願いします。全自動式が始まりますよ。これで釣れたらもう儲けもんですよ。あ、すごいアピールをしております。すごいアピールですよ、これもう。もう魚かっていうぐらい。うん、もうトローリングに近い感じになってる。いや、ホッパーがもう
何ちゅう動きしてるんだお前はっていう感じの、泳いでるんじゃないんですね、転がってるんですね、水面ももう。あっやべ、今来た、あっやべ、今来た、あっやべ、今来た、いや、グイってきた今。スーさん回ってますよカメラ。回ってる時に何も言わないんだな本当にもう。回ってる。完全に疲れてるじゃないですか。何もない。YouTube で、ね、やりたいことあったんだけどね。何？世の中でね、もうどうしたらいいんだこれはとか、何なんだこれはっていうのを解決するのが、うん、我々チューバーの仕事と思うんですよ。もう一応お前チューバーなのかよ。もうチューバー気分かよ。書いたっすけど、書いたっすけど、もういいっすよね。見てるんすもん、いっぱい見てるでしょ。 You チューバー、 Why チューバー、ね、チュ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 ーバー。バカにしているの。チュチュチューバー。お、じゃあここですね。これですか。うわーめっちゃいい。お疲れ様です。こいついて、はい、着きました。筒さんが今日乗るのはあのスワンボートです。やべえ。足こぎ。いや、ショーフッとくる。もうなんせね、あの、サオンも入れさせねっていうね。サオンね。これね、サオンも入れさせないですからね。いや全外ですからね、これスワンで旅か。うん。